はい、プレリュードですね。非常にフレッシュに行ってみたいと思います。初めて乗りました、この方のプレリュード。なかなか重厚感ありますね。走行距離がですね、なんとまだ4万9000キロ台なんですね。前のオーナーさんから直接買い取りをさせていただいた車になります。シフトの入りもね、全然スムーズですし、クラッチのつながりもスムーズにつながりますね。で、ノーマルなので乗り心地も非常にいい感じで、まあ、何よりもこのやっぱシートがふかふかですね。さすがはラグジュアリークーペ。 SIR の、タイプ S というグレードになりまして、VTEC 赤ヘッドのエンジンですね。特に走らせていて異音とかもしてこないですし、加速感も全然十分ですし、まあ、結構ね年数は古いんですけどね、全然普通ですね。まあ、この方のねプレリュードを探してる人が果たしてどれぐらいいるのかっていうところはありますけどね。まあ昔乗っていてまた乗りたいなというような方もいるんじゃないですかね。もう全然ないですからね、この方のプレリュードは。ブレーキの効きも全然問題ないですね。ですし、ギアの入りも問題ない感じ。この辺のビビリオンは何だろう、なんかパネルがちょっと揺れてる感じかな。はい、なかなかね年式古いですけどね、全然、まあ、まともというか、まあ、さすが4万キロ台という感じの、プレリュードです。内装もねすごい綺麗ですから、まあプレリュードをお探しの方にとってはとてもいい一台じゃないかなと思います。以上です。